エンタマ。どうも皆さん、こんにちは。今日はリストの教育の部分についてお話しさせていただきます。前回のビデオではリストの集め方について話したんですけども、今日は、DRM の2つ目ですね。リストを集める、リストを教育する、そしてリストにクロージングをかけるの2番目のリストを教育するっていう項をお話しさせていただきます。それでリストを教育するとなると、その、なんかね、お客さんを洗脳していくみたいな、そういう響きがありますよね、教育の中には。僕の中では、どちらかというと、なんて言うんだろうな。洗脳するっていうよりも、教育するっていうよりも、共感を得るって形ですね。僕はこういうことを思ってます。っていうことを言って、それに共感してくれた人、その過程がまさしく DRM の2番目の、まあ、リストを教育するにあたっていくんです。どのみちね、教育、共感、洗脳の、そういう、なんていうか、詳しい定義は別として、とにかく、リストを教育する上で、一つ分かっておいてほしいのは、ザイオンス効果。まあ、ザイオン効果とか言われるんですけど、ザイオン効果とか言われますよね。これ、単純接触効果とか言われるんですけども、例えば、ここに、女性がいて、で、男性 A、男性 B、男性 C って、男性 C っているとしますよね。まあ、これ実際にあった実験なんですけど、で、女性はこの家に住んでると。そして男性 A を1個隣に住んでると。で、男性 B はその2個隣に住んでると。で、男性 C は、その3個、1個、2個、3個隣に住んでると。で、まあ、ABC を、こう、たとえ、どんな顔にしてもね、どんなステータスにしたとしても、その女性の、この女性ね、この女性。この女性の、その、親近感っていうか、どの男性が一番親しみやすいですかって言ったら、常にこれ A になるんですよね。そういう心理実験があるんですよね。で、これなんで A になるかっていうと、まあ、近くに住んでるから、なんていうか、会う可能性が高いですよね。会う頻度が高くなりますよね。B さんよりも C さんよりも。A さんは隣に住んでるから、あ、こんにちはってなる可能性が高いですよね。でも B さん、C さんになると、こっちに出てくるかもしれないし、まあ、A さんに比べて、女性は B、C と会う確率は低くなりますよね。ってことで、単純接触回数が多い人、たとえ A がどんだけリッチで、たとえ A がどんだけ貧乏で、たとえ B がどんだけハンサムでって、たとえ C がどんだけデブでも、そんな関係なしに、まあ、この女性は常に、そういう実験上でいくと、この A の男性に興味を持つようになるんですよね。これはもう単純に接触した回数にほぼ比例して、親近感を抱くようにできてるんですよね。ってことは、この原理、これザイオン効果って言うんですけども、このザイオン効果を、まさしく、DRM に適用するとどうなるかっていうと、リストを、集める。で、これを教育する。で、3はクロージングするですよね。クロージングするですよね。で、この教育の部分ですね。ここにザイオン効果を当てはめあるんですよ。何回も接触することによって、お客さんとの距離を縮めていくと。で、距離を縮めるってことはラポールを形成する、信頼関係を形成することにつながるんで、信頼関係が出来上がった上で、例えばこの商品はいかがですかっていう風にクロージングをする。3番クロージングをすることによって、売れる確率は高まるって話ですね。で、まさしくその親近感、ラポールを作る、ザイオン効果を利用するっていう過程が、この2番の教育だと思ってください。メルマガチェック、メルマガチェック。あ。メルマガチェック、メルマガチェック。ツイッターマーケティング教材が欲しい方は下のリンクをクリック。